Thank you.
どうする？いいの？いいの？どうする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 ？いいの？いいの？
だ、デニムちゃん、ちょっと困ったことが起きてね。お姉さんの相談に乗って、はあ、いや、いいの、迷惑よね、きっと。え、そこまで言っておいて、かえって気になるじゃないですか。遠慮しないで言ってください。僕でよければ力になりますよ。ううん、迷惑かけるのはお姉さんの趣味じゃないのよね。自分の失敗なんだから自分で何とかしなきゃ。うん、ありがとう。ごめんね、心配かけて。いやいや、何言っているんですか。かえって気になりますよ。僕じゃ頼りになりませんか。そんなことないのよ。ただ本当に迷惑だと思うのよね。じゃあこうしましょう。とりあえず話だけ聞きますから、もし本当に迷惑だと思ったらお断りします。それならいいでしょ。でもお姉さん、デニムちゃんには本当に嫌われたくないのよね。わかるでしょ、乙女の気持ちを。意外と面倒くさい性格の人だな。姉さんと名のつく人はみんなそうなのかな。ここはもっと攻めてくれないと。女はいつでも強引な男が好きなのに。それ聞こえてますよ。あらやだ。とにかく話してください。判断はそれからです。あら、怒らせちゃったかしら。デニムちゃんのこと大好きなのに。聞こえてますって。いい加減話してくださいよ。実は私、こう見えてもれっきとした魔女なのよ。見ればわかりますよ。それとも驚いた方がいいのかな。魔女だから当然魔法も使えるし、日夜魔法の研究を怠ることはしないわ。研究か。一体何の研究をしているんだろう。でもね、か弱い乙女が生きていくためにはこうやって行商もしないといけないのよね。お店は繁盛してるっぽいけどな。ひょっとして金遣いが荒い浪費か。まあそういうこともあって、手助けしてくれる人がいると助かるなって。相談ってそういうことですか。戦争で大変なデニムちゃんにそんなことお願いできるわけないでしょ。とにかくそんなわけで召使いを作ろうとしたのね。作る？そうよ、ゴーレムみたいな意志のない人形を魔法で操るの。さすがに泥人形じゃ可愛くないでしょ。だからお姉さん、かぼちゃを使ってみたのね。かぼちゃ人形？その割には見かけませんね、その召使い。あー、失敗したと思ったんでしょう。お姉さんは失敗なんかしたりしませんよ。ただね、作ったのはいいんだけど、所詮はかぼちゃ、召使いとしてはいまいち役に立たなかったのよ。つまり失敗したってことだな。なんか言った？何も言ってませんよ。本当？お姉さんを怒らせると怖いわよ。それで
そのカボチャ人形がどうしたって言うんです？賃金が安いとか言い出してね、ここを出て行っちゃったのよ。え？賃金？人形のくせに？あらやだ、お姉さんはこう見えてもディティールに凝るたちなのよ。人形といえども召使いなんだから、ちゃんと意思を持たせて人間っぽく作ったわ。そもそもそれが失敗なんじゃ。なんか言った？で、そのカボチャ人形は今どこに？私から力ずくでお金を奪おうとしたの。でもお姉さん優秀な魔法使いでしょ。魔法でとっちめてあげたのね。奴らは悲鳴を上げて逃げていったわ。奴ら？カボチャ人形は複数いるんですか？そうなのよ、調子に乗りすぎよね。お姉さんの悪い癖なのよ。ごめんね。で、そのカボチャ人形たちは今どこに？それが困ったことに、お金に対する執着心だけは人間並みでしょ。何としてでも賃金を手に入れるんだって村を襲っているらしいのよ。それは本当に迷惑な話でしょでしょ。だからさすがにお姉さんも責任を感じてね。何言ってるんですか。それなら早く何とかしないと。それが凶暴化しちゃったみたいで、私一人じゃ手に負えそうもないのよ。なんか楽しんでいるような、ひょっとして責任を感じてないんじゃ。いやね、責任なら感じてるわよ。だからデニムちゃん手伝って。ちょっと、モノローグを読まないでくださいよ。要は逃げたカボチャ人形たちを退治すればいいんですね。まあそういうことになるわね。デニムちゃん感謝するわ。で、そいつらは今どこにいるんですか？リーダー格のカボちゃんが一番生意気なんだけどね、あの子人間になりたいって言ってたな。人間に？どうしてまた人間になんか。私がね、召使い人形のくせに賃金要求するなんて生意気よ。労働対価は人間にだけ許された特権なのよって言ったせいだと思うわ。カボちゃんたら意外と気にする子だったのね。ひどい。なんか言った？はい、ひどい言い草だなって言いました。ひどい、お姉さん泣いちゃう。いい加減うざくなってきた。どうやったら人間になれるのかって聞くから、高等竜人の異物にでも頼ればって突き放したの。ほんとひどいですね。何か言ったかしら？ということは死者の宮殿方面ですね。もちろん私もお手伝いするわ。その間行商は中止になっちゃうけどね。さあ愛の逃避行へゴー。ファンが減りますよ。
なに大勢のカボチャ人形が。大丈夫よ、カボちゃんさえ倒せば他はおとなしくなるわ。どれがそのカボちゃんなんですか？どれも同じに見えて区別がつきませんよ。カボちゃん、カボちゃん、お姉さんもう怒っていないから出てらっしゃい。反応ありませんね。あら、おかしいわ。どこへ行っちゃったのかしら。人形たちに戦う意思はなさそうですよ。普通に呼びかければ戻ってきそうな。そうかもしれないわね。カボちゃん、カボちゃん、お小遣いなら少しあげるわよ。説得になってないですよ。お小遣いなんていらないかも。正当な報酬を要求するかも。お、反応ありましたよ。カボちゃん、でもあなたは人間じゃないから私がお賃金払うことはないわよ。お姉さんこう見えても意外と硬いのよ。ナンパな子じゃないの。あくまでも持論を曲げないんだ。これならどうかぼ。カボはもう立派な人間カボ。これは一体どういうこと。カボちゃん、あたしに喧嘩を売る気。どんな魔法を使ったか知らないけど、あたしに勝てると思ったら大間違いよ。今なら許してあげるから、さっさと化粧を落としてこっちへいらっしゃい。化粧を落とすカボ。カボはいいけど、この昼間に化粧を落としたら困るのはあんただカボ。カボカボカボ。いい度胸ね、カボちゃん。その喧嘩買うわよ。あんたなんか元のカボチャに戻して食べてやるんだから。さあ行くわよ、デニムちゃん。あなたの力を見せてあげるのよ。ああ、もうなんだかよくわからない。
ここまでかぼ。せっかく人間になれたのに。カボはただ正当な対価を要求しただけなのに。世の中の矛盾を感じるカボ。デネブさん、許してあげたらどうですか。村を襲ったといっても実質的な被害はほとんどなかったみたいですし。良いことデニムちゃん、振り上げた拳は振り下ろすためにあるのよ。デネブさんも言ってたじゃないですか、できれば行商なんて人に任せたいって。いっそのこと行商はカボさんに任せて、デネブさんは僕らのところへ来たらどうですか。それって愛の告白。カボさんはどうですか、行商が好きだって言ってましたよね。ちょっと私を無視するなんてひどい。働いたら働いた分が自分たちのものになるかぼ。それは願ったり叶ったりかぼ。あんた、私がオーナーよ。売上の 70% はもらうわ。この後に及んでなんてがめつい。オーナーとしての当然の権利かぼ。それは理解できるかぼ。でも 20% かぼ。カボさん、なんて律儀な。 50%、 30% かぼ。もう 40%、 これ以上ダメよ。 35% かぼ。僕は一体何やってるんだろう。そこぼやかない。分かったわ、 35% で手を打ちましょう。その代わり他の子たちへの支給は取り分の 65% からよ。分かったかぼ。嬉しいかぼ。いいこと、私の言うことは絶対に聞きなさいよ。私がマスターよ。いいわね。
にちは。じゃあな。こんにちは。見て。また来た。カボカボ。